Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました！モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればオールマイトになれる、そんなあなたはデトロイトスマッシュ！ということでやっていきましょう。今回はですけども、まさにオールマイトでございます。もうこれはね、見てください、ドドンと出てくるオールマイトでございます。これはマジでやばいでしょ。マジ激アツでしょ。前回ね、私が出した動画で、デク君と爆豪君とトドロキ君のフィギュアをね、まあゲットしたということで、ご紹介させていただきましたけども、オールマイトでございますよ。つい先日出たばかりの、こちらのオールマイトをゲットしました。っていうかね、ちょっと前、どれぐらい前だ、ほんとこれね、出てすぐ僕はゲットしたんですけども、やっぱね、こう、ゲットして、動画を撮って、で、すぐに出せるかって言ったら、やっぱちょっとラグが出るんですよね。先にこの動画を出してからこれ出してとかっていうので、ちょっと遅れたりするんだよね。もうその分ね、何が起きるかっていうと、例えば、撮りが遅れてしまう。これ僕的に一番精神的に来るやつで、僕これゲットしたら、早開けたいんですよ。もう早く開けて飾りたいんですよ。こういう風にしたいなっていうのがすぐに出てくるわけでございますよ。だけども、ちゃんと動画で紹介しないとなと。で、これまたね、すげえ葛藤なんですわ。もうどうしようどうしようどうしようみたいな、これ早く撮りたいけどな、みたいな、もう早く開けたいけどな、みたいな感じでね、もうすごい自分との葛藤で、で、なんとか我慢して我慢して、でも動画を撮ってからの、やっとこさ、飾れるわけでございますよ。この瞬間でございます。もうまさにね、元気あり余ってオールマイトになれるというやつでございますよ。最近私はね、このヒロアカの考察もついに始めまして、まあまだまだね、ほんとこのヒロアカっていうのはもう最近僕はね、知ってね、もちろん1から全部単行本ゲットして、もう多分知って2、3日以内に単行本全部買って、で、全部読んでからので、ジャンププラスっていうね、素晴らしいアプリがあるんですよ。これで単行本派の人がジャンプ派になりたいなと思ったと時にめちゃくちゃ役に立つという、要するにジャンプのね、バックナンバー購読っていうのができるんですよ。最新のジャンプはもちろんのことながら、今までのジャンプが読めちゃうということで、僕はそれで一気にヒロアカのね、その穴を埋めていたわけでございますよ。単行本からどうやってジャンプとのね、この穴を埋めるのか、見事にこのジャンププラスで一気に解決でございますよ。全部読んで、そこからのね、最近考察も出し始めましたけども、もうね、みんなびっくりすると思いますよ。こっちがね、やばい。最近ちょっとその、ヒロアカの考察やるときっていうのは、そこのね、一角でやってるんだけども、実はもっともっとすごいんです。マジでやばいですからね。やっぱね、僕思うに歴とか関係ないんですよ。もう好きになったら、その時点で、やっぱもうファンなわけじゃないですか。ってことで僕は速攻で単行本も揃えてね、おらって一気に読んでいくわけでございますよ。あ、映画が出るんだよね。あー、第2弾だよね。いや、たまんないね。俺もね、第1弾もちゃんと見ました。あー、第2弾来るよ。冬だよ。いつやんの？今でしょと言ったけど、わかんないよね。日にちがまだ出てないですよ。冬。もう早くやって。で、そしたら冬のタイミングでアニメもね、次は4期ですよね。それが来るわけでございますから。もうね、楽しみがいっぱい。2019年、本当にね、みんなのおかげでね、俺すげえ楽しいわ。今までジャンプは、ワンピースと、あとはハンターハンターがね、たまにこう書いてくれると、僕はそれを読んでましたけど、あとボルトとかね。だけども、それ以外はね、やっぱこう、いけてなかったんですよ。別になんかつまらんから見ないとかじゃなくって、やっぱ知ってるものばっか見ちゃうんですよ。で、結局新しいものは、まあ、いけずっていうのが続いてたんだけども、みんなのおかげでね、ジャンプフォースを俺やって、あれ？なんかこのキャラクターたちかっこいいな、みたいななってね、みんながそのアニメをね、勧めてくれて見てみたら、もうたまんねえじゃんみたいな感じでダダハマりで、だから俺毎週のジャンプが今すっげえ楽しみなんだよね。で、アニメもね、そんな感じだと、もう少しで来るわけじゃないですか。映画も来るわけじゃないですか。たまんねえっすよ。しまいにはこれでございますよ。オールマイトのフィギュアでございますよ。あー、たまらない。ということで、早速こちらのフィギュアね、まずはね、箱をご紹介していきましょう。そこからの一気に開封していきたいなと思います。はい、ということで、まず正面を見ていきましょう。Age of Heroes オールマイトでございます。この時点でめちゃくちゃかっこいいよね。ザ・ヒーローでございます。そして、横を見ていきましょう。横はこんな感じでございます。この笑顔を見るとね、デク君のあの顔が出てくるんですよ。デク君
くんがオールマイトのね、顔のモノマネをしてる。あれ、マジで笑ったよね、本当に。そこ思い出したよね。いや、かっこいいです。だけど、思い出しちゃうんだよね。そして、後ろはこんな感じでございます。これまた、ほんとすっげえ関係ない話なんだけど、ゲーセンに行った時に、このオールマイトのポスターを発見したんですよ。もう超でかいよ。マジどでかいね、ポスターを発見したんだけど、あれ売ってくんねえかな非売品ってね、あの書いてあるから、まあ、どうしようもないんだけど、ああ言ったようなサイズのね、しかもオールマイトだぜ。まんまでこういったね、このバーコードもあってね、ほんとまんまのポスターだったんだけど、売ってくんねえかなということで、続いて横見ていきましょう。横はこんな感じになっております。素敵な笑顔でございますね。売ってくね、売ってくねえか、思いや。ということで、正面見ていきましょう。さあ、ということで、いよいよ、こちら、オールマイト開封の時間がやってきました。ここから、一気にこのオールマイトを出して、がっつりと回していきたいなと思います。さあ、ということで、回していきましょう。オールマイト、私が来たということで、どうですか？まさにトップヒーローでございますよ。この筋肉、どうですか？マッスルフォームでございます。オールマイトといえばこのマッスルフォームがまたたまらないんですよね。筋肉でございます。しっかりとこちらのフィギュア再現されておりますよ。エイジオブヒーローズ、めちゃくちゃ高クオリティでございます。そして色合い見てくださいよ。はっきりとしたこの色使いでございます。たまらないですよね。そして細かく作り込まれてるね。こういったね、繊細な作りがまたたまらないんですよね。めちゃくちゃかっこよくないですか？そしてこの髪の毛でございます。意外とね、ガチガチかなと思ったら、ちゃんとね、こう、わかる？こう、動く感じがあるんだよね。こういった作りもめちゃくちゃ面白い。普通にガチガチに固めてんのかなと思ったら、そうじゃないんですよ。髪の毛といえばね、そんなガチガチにならないですからね。それをこういう風に作ってくれてるわけでございますよ。たまんないでしょう。めちゃくちゃかっこいいでしょう。このオールマイト。ここからさらに細かいところを見ていきましょう。改めて正面から見ていきましょう。どうですか？これぞヒーローでございますよ。めちゃくちゃかっこいいでしょう。こういう風に見るだけでもすごいワクワクしてきませんか？たまんないでしょう。これ本当にね、早く僕が元々持ってるヒロアカのフィギュアたちと一緒にね、並べたいなと思います。そして横を見ていきましょう。横を見るとこんな感じでございます。横から見ただけでもめちゃくちゃかっこいいよね。そしてこういったようなシワでございますね。こういうのが作り込まれてるのがまたたまらない。そしてここでございますよ。ちょっと影になってるの分かります？これ筋肉ね、すごくない？筋肉がボコって出てるからね、めちゃくちゃかっこいいでしょう。たまりません。そして背中でございます。背中の傷は剣士の、ちょっと違うわ、それはだいぶ違うね。ということで、どうですか？これ、背筋って言うんですかね？この背中の筋肉でございますよ。もうこんなの欲しいよね。すごくないですか？マジでかっこいい。こういったようなね、こう、筋肉ぎゅうぎゅうのキャラクターって、特にね、こう、フィギュアで作り込むのってなんか難しいのかなって思うんですよね。それがこんな素敵な感じで作られてるのはたまりませんよね。そして、横から見ていくとこんな感じでございます。っていうか、ほんとすげえな。どうですか？この腕の筋肉。やばくないですか？なんか、青だからこその余計にね、この筋肉が際立つというかね。そしてこの胸筋でございますよ。マジでかっこいい。やっぱね、このオールマイトがいるとちょっと、あれですね、筋トレがはかどるかもしれませんね。オールマイトのようになろうと思って、頑張って、あ、これ無理っすわってなって挫折してしまう。本当にね、この体やばいですよ。マジでかっこいい。これたまんないですね。改めてアップ目で見るとこんな感じでございます。いやー、本当にね、これかっこいいわ。っていうか、せっかくだからね、ちょっと並べたいよね。ということで、一番弟子のデク君を並べてみました。こうやって見てもサイズ感すごいよね。オールマイトでっか
高いね。ほんとすごいなと思いますよ。でもこれ単純に、こう、フィギュアが、なんだろう、デク君の方が小さいですよとか、そういったような話じゃなくて、これガチなサイズ感を再現すると、こういった形になってくるんだよね。これデク君今ジャンプしてるからこそ、こんな感じでね、ちょっとまあ、胸元までね、こう、来てる感じでございますけども、胸元って今俺なっちゃう。なっちゃう。ダメだ、なんか、おかしなんできた。いや、本当にいいね。でも、こういう風に、デク君来ると、やっぱ、3人でね、秘密を共有してる中ということで、バクゴー君も来てほしいってなっちゃうよね。いや、たまんねえな。マジでかっこいいよね。これで、なんか飾るときに真ん中にオールマイトを置いてね、彼らがこう周りにいるみたいになったらかっこいいよね。でも、そうなると、今度は、トドロキ君が一人ぼっちで棚にいることになるんで、かわいそうだよね。ということで、みんな並べてみました。いやー、いいね。こうやって揃うの、すごくテンション上がりますよね。他にもヒロアカのフィギュアっていろいろとあるんですけども、さらにね、これからどんどん出てくると思うんですよね。ここからいろんなのを揃えていって、なんかかっこいい感じにね、セッティングしていきたいですよね。ということで、いかがでしたでしょうか？オールマイト、めちゃくちゃかっこいいですよね。そして、こういった形でみんな一緒に揃えていくと、さらにこれまたたまらない感じになっていくんですよね。近々、これフィギュア棚に全部飾った状態でみんなにご紹介していきたいなと思いますので、楽しみにしててください。そして、最近ではこのヒロアカの考察も始めましたんでね、ぜひともそちらもみんなチェックしてくれたらなと思います。で、その上で、僕やっぱまだね、ヒロアカっていうのは最近見始めたばかりなんで、ちょっとここ考察甘いんじゃないっていうのがあったら、もうガンご指摘いただけたらなと思います。一緒にね、考察を考えていけたらなと思います。ということで最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしますよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、デトロイトスマッシュ、ということでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time! Thank you.